さあ今日はですね皆さんにちょっとあの僕が高校2年の時に遭遇した怖い出来事怖い出来事はいちょっとこれを聞いていただきたいなと思いまして、はい、高年の時に僕あのサッカー部でいつも練習を遅くまでやってたので家に帰ると必ず誰かしかが帰ってるはずなんですでもその日も練習終わって家帰ってきたら真っ暗なんですよね、うん、でこんな夜に電気がついてないおかしいなと思いながらこの家の引き戸を開けたら鍵かかってなかった 真っ暗で鍵かかってないってどういうことなんやと思いながら「ただいま」って言っても何の帰りもないおかしいなと思いながら一部屋ずつ探していって誰もいない中窓も全部閉まってるどういうことやろうってふと思ったんですこの家が建つ前空き地だった時にそこでちょっとある事故がありましてお亡くなりになった方がいたんです。でそれ以降まあ親父曰くたまに霊的なものを見たことがあるって言ってたんでこれもしかしてなんかそういうことなんかと。 怖いなって思ってた時に2階のある部屋から物音がガタンそれお,おとんとおかんの寝室なんですよねどういうことやもしかしたら幽霊じゃなくて強盗かなははいいそれも怖いですももんねしかしたらみんなそこに閉じ込められてる犯人もまたそこにおるんじゃないかはははいいいサッカー部で鍛えてたんで幽霊やったらどうしようもないけど強盗やったら撃退できるんじゃないかと思って玄関まで行って置いてあった金属箱をこう持って。 そっと2階の階段を上がっていってもうこれはもやるしかないと相手がもし刃物でも持ってたらでも少々傷ついても家族守らなあかんおいやるぞと思って親父と館の寝室の部屋ガーンって開けたら親父を何にしてたんですしかも怖かったのが普通エッチな本とかエッチな DVD D とかそんなんでしてるんやったらいいんです棚にあった日本人形を持ってきてたんです 十二 <laughs> 人重みたいなやつ着てたやつをめっちゃこう脱がしてしてたんですほんでその親父が俺の方をパッと見て「ひろゆき」って俺の人の名前を呼んだんです怖いでしょう <laughs> 怖い俺はそーっと何も言わずドアを閉めました購入の時に経験した怖い話です恐ろ,恐ろしいやろうしっかりとしてた日本人形 もう一つの手は、自分の一物を握りながら、次男坊の下の名前をひろゆき。あの時の親父の気持ちを察すると、ゾッとしますね。えー、今日は、購入の時に経験したホラーの話でした。<laughs> <laughs> <laughs>